にちは、みきまるです。今日は業務スーパーへ行ってきたので購入品を紹介していきたいと思います。もはや誰だかわからないっていうね、帽子にメガネにマスクって変装かって感じなんですけど、今日は購入品を紹介しながら、よく使う私のキッチン用品、質問でそれどちらのですかっていうのがよくあるものをちょっとねご紹介しようかなと思います。はい、ということで早速どんどんやっていきたいと思うんですけれども、ちょっと帽子取ってもいいかな。帽子かぶってるとなんかさ、あれだよね、怪しい人みたい。はい、帽子取りました。というか髪の毛がボサボサだったので帽子をかぶってね行数に行ってきたんですけど、とりあえずやってきます。まず最初に購入してきた商品はこちら、天然酵母の食パンになります。後でテロップで金額入れますので、はい、こちらですね、こちらを購入しました。毎回ね購入するわけではないんですけど、まあ明日のパンがねちょっとなかったので今回こちらを購入しました。でもこのパンねすごい美味しいのでおすすめです。まあ知ってると思うんですけど、はい。でお次がこちら、おっとく、韓国屋台の定番おやつです。こちらは毎回ねあれば必ず買えます。結構さ売り切れになってる時もあるんだけど、今回はありました。もちもちした生地に黒糖とピーナッツの素朴なソースが入った優しい甘みの韓国定番のおやつということで大好きです。これ今ハマってるさ、ホットサンドメーカーでこれやれるんじゃないかなと思って、できそうじゃない？ちょっと半解凍にしてホットサンドメーカーに挟んでジューって焼いたら簡単にあの火が通りそうなので、これもやってみたいと思います。こちらウェイパーを購入しました。これはですね、スープとかチャーハンとか野菜炒めとか何にでも合わせることができる調味料です。ちょっと開けましょう。こんな感じね。うわ、今度は爪持ってかれちゃう。こんな感じ、半生タイプになってペースト状になって缶の中に入っています。冬はスープを作る回数がすごい多いので、今回ねちょっと大量にこちらを購入しました。これを使ってスープをたくさん作りたいと思います。まあチャーハンでもいいし、本当に野菜炒めでもいいし、何にでも、あまあそんな感じで使っていきたいと思います。はい、お次はこちら、糸切り唐辛子を購入しました。なんかインスタでこうお弁当をあげてる人の写真を見た時に、この糸切り唐辛子がパラパラって乗ってたのね。そしたらすごいさ綺麗に見えるなと思って私もやろうと思って購入してきました。しかもスープとかにも入れてもいいかなと思うので、ドゥ柔らかサイコロステーキを購入しました。こちらの商品は形成肉なので牛肉を切ったものではないんですけれども、ちょっと簡単に炒めるのにいいかなと思って、あとお弁当にも、ね、たまに私入れるんですけど、今回こちらを使って晩ご飯を作りたいと思います。はい、お次がこちら、大根おろし。お魚の横に添えてもいいし、厚焼き卵の上に乗せてもいいし、もう大根おろしはね、本当に食べやすいし、何にでも活躍するので、もう超便利です。はい、お次はこちら。厚焼き卵を購入してきました。こちらも大体私行くと購入するんですけど、次男がねこの厚焼き卵が大好きなのでこちらをまた購入してきました。お弁当に入れてもいいし、程よい甘さの厚焼き卵ということで、結構ね冷めてもこれすごい美味しいんですよ。そのままでも食べれる感じなので、はい、こちら今日は晩ご飯これを出そうかな。しかもそのまま何のアレンジ方法も思いつかないのでこれを出したいと思います。はい、お次がこちら、玉ねぎスライスです。まあ、私の動画の中では本当にしょっちゅうしょっちゅう登場するものになるんですけれども、まあ便利便利、本当にスライスしてあるともうなんて便利なのって思うぐらい便利なので今回も購入してきました。はい、こちらミックスベジタブルポテトっていうものを購入してきました。こちらはね今回初めてですね、私ポテト入りっていうのを購入してみました。ミックスベジタブルの中に、サイコロ状になったポテトが入ってるってものなんですけれども、こちらもねお弁当に使えそうかなっていうのと、付け合わせにちょっと使ったりするのも便利かなと思って購入してみました。はい、ということで、
購入品は以上になります。で、今から晩ご飯の支度をしていくんですけれども、その前によくね質問でいただく調理器具の紹介をしようかなと思います。よくいただく質問なんですけど、マグカップはどちらのですかっていうので、こちらとこちら最近よく使ってるんですけど、こちらのマグカップはラコレという雑貨屋さんで購入したマグカップになります。めちゃくちゃ大きいんですけど、すごくねお気に入りで使ってます。はい。で、こっちちょっとねこうこじゃれた感じのマグカップなんですけど、こちらはフランフランで購入しました。このね、なんとも言えないラベンダーのくすんだようなカラーが大好きで、よく使っています。はい。はい、そしてこちら、まな板になります。こちらのまな板は、ジョセフ・ジョセフというところのまな板になります。ここがね、半分に折り曲げることができるんですよ。なので、切ったものをお鍋に入れるときに、こうやってね、入れることができるから結構便利です。楽天ルームに購入先貼ってあるんですけど、ちょっとね売り切れになってるかもしれないです。はい、すいません。はい、これになります。この計量カップというか、なんというか、こちらはですね、汚いなフランフランで購入したものになります。これはねクジラなんですね。コメントでですね、その便器みたいなものは何ですかっていただいたこともあるんですけれども、こちらはクジラになっています。大さじ 15ml と小さじ 5ml の目盛りがついている計量カップかな、そんな感じのものになっています。はい。これもよく質問でね、どちらのですかって聞かれます。はい。そしてこちらの鍋つかみ、これもフランフランで購入しました。色がね、このグレーがすごい可愛いなと思って購入しました。可愛いよね、シリコンですね。はい。はい、そしてこちら、最近すごくこのフライパンどこのですかっていう質問をいただくんですけれども、これはニトリのフライパンになります。私ね、本当に頻繁にお弁当作りの時にこちらのフライパンを使うんですけれども、めっちゃ便利なのでちょっとねコツがいるんですが、こっちとこっち同じ温度になってしまうので、その温度の加減を見ながら料理しなきゃいけないっていうことで、慣れれば大丈夫かなと思うんですけども、多分こちらのこう分かれているフライパンはホームセンター行けばカインズホームとかいろんなところで売っていると思うので、まあ、私はとりあえずこのニトリのものを使っています。はい。そしてお次がこちら、じゃん、小鍋ですね。この小鍋、我が家はこの小鍋を1人1個ずつ使うんですけれども、みんな味がバラバラで、すき焼き風にしたいっていう人もいれば、海鮮ちゃんぽん風にしたいみたいな感じの人もいるので、プチッと鍋みたいな時はこの小鍋を使うことが多いです。あとおうどんとかね、1人前作るの時とか、作る時とかあとラーメンを作る時とかもすごい重宝します。こちらはカインズホームで購入しました。いくらだったかな、1000円か1500円ぐらいだったような気がします。はい。で、こんな感じで蓋もついているので、うちみたいにこう中高生がいるうちはこういうのはすごい便利じゃないかなと思います。そしてこの入っているこのカゴは IKEA ですね。 IKEA のカゴになります。これはね998円、1000円ぐらいだったと思います。こちらにお鍋をしまっています。使用頻度がねちょっとお鍋高いので、こんな感じでねすぐに出せるようにこのカゴにしまっています。あとはよく聞かれるのは、あ、そうだ、こっちこっち、はい、こちら、オイル入れる容器何使ってますかということで、これね以前も紹介したんですけれども、フランフランのガラス容器に入れ替えて、私はお醤油とか油とかお酢とかを使っています。もう1個だけそのフランフランで購入した時に油がすごい出が悪いって私言ったと思うんですよね。油はダイソーのものに入れ替えて使っています。ただね、このフランフランのものは全然出が悪くなくって、普通にこうやって傾けるとバーって出るんですけど、油を入れた容器だけがもう本当に全然出なかったんですよ。ポッタンポッタンって感じで。あとはですね、こちらのキッチンペーパーホルダーです。
コストコのキッチンペーパーって結構分厚いので普通にね引っ掛けたりするのって難しいんですけど、こういう立てかけておけるキッチンペーパーホルダーを探してますっていうコメントがちょっとあったのでご紹介すると、これはこんな感じになっているんですが、スタジオクリップで購入したものになります。スタジオクリップってお洋服だけじゃなくって結構雑貨も可愛いものがたくさん揃っているので私は好きなんですけれども、しかもねこうナチュラルな感じのね、はい、なのでこちらを使っています。ちょっとね軽いので動いてしまうっていうのが難点なんですけれども、でもね、まあ、別に問題なく使えているのでいいんじゃないかなと思います。でカインズで買った一人用のお鍋はよくね出し入れするので、こちらの電子レンジ と、トースターの上にこんな感じでね棚があるのでそちらに置いていますよ。これをこの一番上にこんな感じで置いちゃってます。あ、こちらはね水切りカゴになっています。はい、こんな感じで収納しています。はい、はい、現場のみきまるがお伝えいたしました。